はいどうも、オックポンでございます。なんかね、あのー、本当嬉しいなっていうコメントがたくさんあるんですけども、本当ありがとうございます。あのー、本当ね、楽しみにしていただいてるって方も、そういうコメントがね、あって、本当にね、まあ存在感、存在価値があるなっていうのをね、今、本当に感じております。もうね、結構こう、もう本当元気になってね、えー、ハッピーなね、 気持ちにさせてていいいただいて本当はありがとうございます、えー、そのなんかね、まあ、やっぱ答えられるようなね、えー、そういったあ動画、音声にしていきたいと思います。基本音声で何かをやりながら聞いてても、ねえー、それで足しになるというところで、えーあのー、私は、ね、発信はしていくんで、基本音声っていうね、えー、形ですね。 で多分あのー、画像とかで動画でね、本当にちゃんとおー画像も含めてやるんであれば、あ多分よそのね、ものもいいのもあると思うんで、まあその辺ね、そこを加味して聞いていただいたらなと思っております。えー、何しろ、ですね、一番多いのは、その内容が深い、深くないっていう,いうよりは、元気になるっていうね、えー、そういうなで起爆剤、まあ、私が、あのね、やっぱあるところなんですよ。 あの世の中のこう、なんていうんですか、こう消化不良のね、えー、そういう感じでエネルギーを出し切れてない人たちっていうのは、やっぱりいると思うんです。で、そういう方々の元気になれば、元気にあのね、えー、こちらからこう発信をすることによって、乗っていただいて、でその元気をね、えー、持っていただくと、未来を明るい。 ねこちら暗号通貨乗ってみれば未来が明るいそういうのも加味して、えー、私は発信してますんで、まあ、今後とも本当よろしくお願いします前置きが長くなったんですけどもまあ、見ての通り暴落が来てますね、えー、暴落は来てるんですけどもまあ、これを買いと見るか売りと見るかっていうね、えー、ここで外すかっていうこれはもちろん 外すべきではないで、まあ、資金が、ねえー、ない方でも、まあ、ここは、ね、ちょっと、ね、落ち着いて見ていただいていいんじゃないかなと思っております。まあ、特に、ね、コインチェックの銘柄っていうのはあ、そんなね、 やっぱり選別されてますんで、まあ、この辺に載ってるもので当然ビットレックスだとかポロだとかに入れてるそちらで、ね、取引されてる方っていうのはめっちゃ多いと思うんですけどでやっぱあのコインチェックの銘柄っていうのはそういう風なものになってますんで。 まあ,まあ、あのー、まあ本当詳しく知られたい方は個別でね、えーまあ、調べるということって作業っていうのは必要だと思うんですけどもまあまああのー、まあ持っていただいて上、えーげ,うん、げまで待つっていうのが ままあまあいいんじゃないかなと思っておりますんで、まあその辺はですね、我慢していただきたいっていうのは正直あるんですけども、で資金が少資金でもやっぱりそこ、暴落で買っていくっていうね、それが本当、リソースタンスだと思うので、まあそうですね、イーサリアムだとか、ビットキャッシュだとかね、ビットコインキャッシュだとかね、あとネム、ネムではない。 えー、リップルだとかね、その辺でイーサリアムクラシックは、これひ、あの人波終わったんで、まあこれ、しばらくね、かかると思うんですよね。あとは、あライトコインだとかね、この辺は、あー今からあー人波来るんじゃないかなと。で、ちょうど暴落。暴落なんですけども、よその銘柄と違って、予想が上がってた時にも上がってて、これちょっとね、暴落って言うとも、そんな、 あ高くないまあ、確かに23%とか24%とか上がってるんですけども、まあ、これはですね今からのイベントを見てみたらまあまあここの階で集めていくっていうのもね一つの手なんじゃないかなと思ってます、えー、なんですけどもやっぱりあの基準がねこう見ていただいてわかるんですけども大体、まあ、ざっくり15から25っていう水準で下がってますよね、えー、まあその辺を見ていくと本当に完全にこれ えー、仕掛けられてるなっていう感じはあるんでまあまあこれを暴落はチャンスっていうね、えー、まあこれ投資の名言でございますでまあ株でもって言えば株の場合はなかなか難しい暴落がチャンスで買った場合にって言っても日本で4000銘柄あるんでねで海外含めて、えー、言うと本当もっとあるじゃないですかでもこれ暗号通貨の場合は1000 うーまあ200ぐらい多分あると思うんですけどもその1200の中でぐっと絞られてるじゃないですかメインのが何なのかっていうところで絞られてますよね。でいうことを考えるとまあ暗号通貨の場合っていうのはその絞られたところに資金を入れていくっていうのを今後考え,え,とですねえないので何て言うのかな。 あ考えられないというその程度ね、絞られてくるってとこで、暴落を買っていけばいいわけじゃないですかね。で、やっぱり資金があるなしっていうのはあると思うんですけども、あんまりここはね、えー、焦らずですね、暴落を買いで受け止めると、暴落を買いで受け止めると。 で、いいところで利確をしてで暴落を待ちで、その待機で構えるとあんと。まあそんな感じでいいと思います。ただ、あの1、ー、つ言えることはやっぱり資金が入ってくってことで、しあのー、上がってきます。上がってきますんで、あのー、その辺はですね。やっぱり認識しておいていいと思いますね。本当何度も言いますけど、南極と北極が入れ替わるぐらいのね。そのぐらいの水準で価値観ね。 えー、金融う革命でございますんで、まあ、金融革命と見るか、あそれはねその、金庫屋さんにとってみたら、とっぺおしもないことが今、起きてるわけじゃないですか。で、まあ、金融屋さんの人間もね、バッタバッタと本当に切られるっていうね、えー、ご時世でございますんで、まあ、その辺はですねやっぱ、あのー、そういうふうに資金が抜けてくってことは、その資金が全部ね、人件費っていう形だったりとかするんですけども、その資金、100ある資金の中の一部が暗号通貨流れる。 これは間違いないな事実ですで今後もね企業が収益率を上げるために人を切っていくっていうことは絶対ありえますんで,でそのバッタバッタ切っていく中での設備投資プラス暗号通貨っていうところの資金投入っていう感じで資金が流れていくこれはあもう私たちがあれでもないこうでもない言って、えー、感情でね、えー、それは人間が必要だ人間は大事だって言ったところでそのエネルギーがそっちに向かっちゃってるんですよ。 でそれはもう止められないです、多分おそらく、こういう流れっていうのは、一回流れ始めちゃうと、もう革命なんでね、うん、革命、うん、戦争やるぜって始まって、戦争の方に向かって、で、B29 なんてね、あんなとんでもないじゃないですか、アヘンかなんかね、食わされて、で、ラリったまんまで飛行、ゼロ戦に乗せられて、で、そのまんま特攻ですよ。 もう自爆テロですよね自分本当自爆テロ今で言えばねとっぺん惜しまないことなんですけどもその時は当たり前にね戦争っていう形で日本っていうね国のね人間はすげえんだっていうもう本当にねあれ戦争の歴史を見ると日本の人間っていうのはもうなんだろうなああほど知らないというかそういう印象っていうのは受けたんじゃないかなと思います。 ねえー、ああいう,うことなんですよねそれぐらいのやっぱり、あのー、今、地合いというかそういうところで動いてますんでその辺の、ねえー、勢いというかあそこの資金が流れるかわいそうだとか感情に流されずに今の地合いに、ね、素直に客観視して、俯瞰してそれをおー世の中あー見た場合に今、本当にどうなんだっていうところで本当、これからね暴落っていうものを買って集めていく。ねえー資金 があってもなくてももなななくそれででいいいいんじゃないかなと思いますで私はポジションを抜いたり入れたりとかって、ね、するんですけどもあのー、まあ、それはですね、えー、まあ、そうしたいからなんですねだからしたいようにすればいいんですけども基本ですねあの客観視して自分をね自分っていうかその相場暗号通貨を見るんであればこれは暴落ねちょいちょいありますよね。ではかいと でビットコインに関してはちょっとねやっぱり難しいところは局面には来てるっていうところであの二極化してるんですよね、ビットコインがやっぱりこのまま伸びるっていう570万円っていうのをね2023年ですかにそこに対して目指してるっていうのはあ動画にさせていただいたんですけどいまだにね再生回数は伸びてるんですけどで、まあそういったこともあるんですけどももう反対側ね えー、ダークサイド何かあまあいいね、えー、光があるところに対して必ずね反対の意見っていうのはありますで反対の意見がそれがあそれはいけないとかあっちがいいとかこっちがいいとかっていう話ではなくて反対の意見を言ってることが何でそこの反対の意見をそこに対して言ってるのかっていうのは結構やっぱり客観視熱をね例えば私がビットコインビットコインって言った 場合に毎月毎月何十万円何十万円買いましてる、ねえー、ずっと買ってたとで買っててビットコインなビットコインなくなるわけじゃないかっていう感じのやっぱりポジショントークになると熱くなるわけですよで自分が まあビットコインでずっとやって買ってて買い集めてっていだに持ってるとこれ今暴落中も持ってるとねビットコインは無敵だって思ってる考えの中にやっぱりその一点集中の危険性っていうのはあるんですよねやっぱりね。 でその反対側の意見っていうのは、何にしてもその取り入れとくべきだと思いますし、その反対の意見があるからこそ、そのね、えー、なんていうのかな、冷静さではないけど、客観視して、また見えないところが見えてくると思うので、そういうところはね、えー、捉えてくんじゃってばいいんじゃないかなと思います。はいで、あのーまあのまこの暴落は、まあ、ここね、私、これ、下、落ち着いたところで、 USDT を、ね、入れようと思ってちょっと急遽ね家の方にいるんですけどもで、まあまああのー、そんなこんなでございましてですね、えーまあ、暴落の、ね、ここ下、ね、下に落ち着いたところってなかなか落ち着かないですねでもまあ大体水準はあ固まってきたのかなというところでいるので、まあ、これをちょっと、ね、様子見ながらあーどこか、ね、いいとこを買っていきたいと思います。あれ 今ですね、あの、ビタッと動きが、板の動きが止まったんですよ、全体的に。あの、ビットコインも、ビットコインキャッシュ、ダッシュ、リップル、うこれなんだ、モレロが、あその辺がね、バチ,バチ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 、まあ、ライト、うんライトコイン、ライトコインでしたっけえー、もうありまして、この辺もバチバチやってたんですけど、光が一瞬止まったんですよね。で、しかも、 何秒かですよ5秒とか、まあ、10秒まではあ10秒弱ぐらいねピタッと止まったんですよ。今ね、フォローの方を見てるんですけども、その要は取引してないような状態、取引が成立してないよ,ような状態が何秒かにわたってありましたんで、これなんかのサインなのかな、分かんないですけど、あのそんなことがありました。ででであののそれいいいいいうことですね暴落っってては基本買っていけばいいんじゃない ただ、そのビットコインに関しては見定めがやっぱり必要っていうところなんですよね。うん、で、終わりです。で、エイダに行きます。エイダがね、えー、昨日の急騰がどの辺かっていうと、1、1441、ね。これ、少し前はね、三丸350とか420から480あたりでレンジで動いてるよねとかって話をしてたんですけども、もう一変して、この数日でね、 このエイダにかかってるエネルギーっていうのはもう全くねとっ手をしもないものになってますよね。で資金が入っても資金が抜けない。だからまたね、えー、うねうねしながらあーレンジで、えー、880円880あたりから 870たりから1020この辺をね少しうねうねしてましたね今日日付が変わってからあこの辺をうねうねしてましたで昼前ぐらいですかね前からあおっとうねうねがねちっちゃくなってどの辺ですかねここかなあ19時30分おきにこの辺からみよんて上がってますえっと19時30分 まあ19時の時点で990あたりですかね。でそこからみよんと上がったのが、うん、と21日30分、9時30分ね、夜の。で、ここが1180くらいになってますんで,で、それを機にですね、動いてて、今現状ね、ラストの取引かな、えー、これ、ビットレックスで1193になりますんで、まあまあ、あのー、こんな感じでございます。で、出来高エイラめっちゃ多い。 いいです。ね。えっ、ー、と、なんだろうな。マーケットキャップかな。で、見ていただければわかると思うんですけども、こちらのエイダの取引がめっちゃ多いです。で、えー、また9位にね、返り咲いてます。ね。出来高をちょっとね、見ていただければいいんじゃないかなと思うんですけども、めっちゃ出来高が上がってますね。えー、まあまあ、あこれね。 なこれ一応マーケットキャップの方ではですね9.13%ってことになってるんですけどもうんあのー、まあそのぐらい下がったまあまあ確かにね一回とおっとおこれどこを基準にして見てるのかな12時30日の。 まあ、12時で見ると1058なんですよ。で、1058で今1180になってるんですね。でもマーケットキャップの方は、よいしょ、更新しよう。F5 で更新ですね。F5 で更新できるんで、F5 で更新しました。で、まあ、9.13%なんですよね。 うん、下落、マイナスがね、うん、よく分かんないですね、プラスなのにっていうところはあるんですけども、なんか基準がね、これ、拾ってるデータが、あまあまあ,あ、ビットレックスではないんでしょうね、うん、どこからか拾ってるんでしょう、で、どこからのその取引所ではやっぱりそうなってますよというところなんでしょう。うん でまあまあその中でもね時価総額9位になってるってことでまあこれ出来高もめっちゃ増えてますよねであのエイダのねこのお話をさせていただくと保有者が日本人がめっちゃ多いらしいです。 で日本人の気質として1回持ったらなかなか手放さないっていうのがあるんで手放さないねでその気質があるんで貯めて、えー、で結局その持ちこたえたっていう感じなんですよねだから再度これ上げを試してるっていう感じになってくるんですよねうんエイダの信者が日本人っていうのはめっちゃ多いらしいですねえー、まあ高値がね 1440ぐらいなんで、それがね、え一旦三桁に、ね、800台まで落ちたのが、またね、1200くらいまで上がる勢いで今動いてますんで、1190ね。で、えー、ビットレックス上動いてるんで、あのー、まあいいんじゃないかなと思いますね、このまま保有で。1195っていうのが倍,あ倍が、倍の板がめっちゃ増えてて、で、98、97っていう感じで、まあ、あ1200までいっ 行くでしょう行った、ねえー、買いがめっちゃ集まってます。ねえー、っていうところで1200超えてきました。っていう感じになってますんで、エイダは、まあ、こちらもね、ほ、えーまあ、他の、ね、イーサリアムだとかああいうのと同じで暴落で買い。でも、この場合多分、このエイダに資金が入ってきてるっていうのはなかなか抜けないと思います。抜けないと思う あのーまあ、日本人が買い集めてるってこともあってで、えーまあ、情報業界のね知り合いが、うん、1100万エイダコイン1100万枚。 なんだ単,単位がよく分かんないんですけど、とにかく1100万枚持たれてるってことで、あのー、教えてくださいました。まあ、SNS で、ね、くっついてる方なんですけども、実際にあのシンガポールだとか東京、都内でね何度もお会いさせていただいた方が、まあ、1100枚持ってるってことで、まあ、未来を、ね、見せるために打ち込んでみましょうね。 1100で、えー、万なんで04つですね。1234。2 3 4ね、えー。どんだけなんだろうね。えー、っと100、1000万、10万、100万、1000万、1億。1億4900万なんでまあ意外に少ないですよね。1100万エイダーコインを持ってて1億5000万くらいしかなんないですね。 1>, うん、1億5000万くらいにしかならないですね。うん、まあ、うん、まあまあそんな感じでございますんで、まああのー、その方もね多分ずっと持ってると思います。はいあ,のあんまりねビットコインに対しても買い増し買い増しって感じでやられてるようなのでまあエイダに関しては今ね1225いってますんでまあこの辺ね えー、見て、えー、ま,すまあまあ見てるというかどんどんね、えー、買い集まってくでしょうというところでございます。はい、でまあ特にね深い話は今はしてないんですけどもあのー、まあ私フェイストゥーフェイスでつながって、えー、いただいてる方には本当ね、えー、よく言うんですけども本当今入らないと絶対一生後悔するっていう話はね えー、そういった内容のことを言うんですけど本当それぐらいの、ね、内容なんで本当身近の方っていうのはもしね何、あのー、だろうな自分で、えー、伝えられないんであれば、まあ、この動画をなんとなく音声だけ聞かせて。 るっていうのもまあ一つのももつ手かもしれないですよね例えば、あのー、女性の方とかを保身なんで旦那さんがこれをやりたいって言ったとこで暗号使い行きたいって言ったとこでなかなかね説得できないと思うんですよ。で、あのー、交渉のね一つの手段として ABC っていうのがあるんですよ。 で本来であれば ABC の使い方っていうのは A と A っていうのがあいまして A, A さんがやりたいで B さんが私だとで、えー、それで C さんっていうのがその奥さんだとしますよねで A さんから C さん奥さんの方に時間に伝えるとなかなかねそれが説得できないっていうそういうね えー、数字が出てるんですよ実際にでそれは大昔からある数字で実際にそうらしいです例えば私であれば私の母親がなんか私にねこれいいよって言ったとこで何もその良さが分かんないんだけどその母親がまるさんっていうね斎、えー、藤さん斎藤太郎さんっていう人がいて斎藤太郎さんが私にねおくぽさんとこれいいんですよっていう話を仮にね母を交えて3人でやるんですよ。 3人でやるとまとまる確率がぐぐっと上がるんですよ。で全く接点がない人があこの人が言ってることと同じことを言ってるとかまた違った角度でこれが何でいいのかっていう解説をしてるっていうのを聞かせるだけ本当であればまあ合わせてね フェイストゥーフェイスで3人で ABC でやって、で、お話をした方がいいんじゃないかなと思うんですけども、私の間近でね、私を知ってらっしゃる方は、そうやってね、私ってツールを使っても全然構わないです。私としては、そういう話があって、で、そこに向かって、で、こういう話がありましたよって、で、皆様もやってみてねっていうね、体験になるんで、 え私もこれゼロ、ゼロで大丈夫なんでね、ゼロっていうのはあ何も持たずに行って、で頭にあるイメージ、点を線にして、そのイメージ像をね、沸かせるってことはできるので、私っていうツールをね、本当に現物,、まあ、現物って変だな、あのー、生でね見てい,いらっしゃる方っていうのは、本当につながっていただいて、こいつ大丈夫なのかって思われそうなんですけども、でももうこの、 大体音声をね、こうやって出してますけど、この音声を全くね、えー、何もない状態で作ってるっていうのは、あそれはね、紛れもない事実なんですよ。で、レジュメみたいなね、えー、そういったものを別に作ってるわけじゃないですね。レジュメって、その内容がこうだよ、ああだよ、だからこうだよっていう、そういう何企画書みたいのを全くなしでやってるわけですよ。 でそのなしでやってる人間が、そこね、場所を変えて喋れないかって言ったら、喋れますよね。うん、そこにはノートもノートパソコンもスマホも必要ないですよ。私の今までやってて、その体感したものを出せばいいだけなんで、それに対してね、えーまあ、使っていただければいいんじゃないかなと思います。ね、コーヒー1杯とか安いと思うんですよ。 でコーヒーいっぱいでその人生観が変わるっていうそういうねえー、形で私をね使っていただいたらあいいんじゃないかなと思うんでぜひねえー、まああのー、私を知ってらっしゃってる方で奥さんを説得できない方とかね、えー、全然使っていただいていいと思うんで、まあ、使ってくださいねえー、それでねみんながハッピーになればいいんですよ本当にね 今、ビッチ、ビットコインキャッシュね、入れました。あと値段の方は1227.886で、大体4すね、3.94ビッチ買い入れましたんで、これがどうなるのか、成立するのかどうなのかっていうと、あ、成立しましたね。今、獲得しました。ビットコインキャッシュを3.9かな、獲得しましたんで、 まあこれがあ今度どうなるのか。24. 今5くらいですか。また止まった。これ、ポロの方がおかしいのかなんなのかわかんないですけど、一旦止まってますね。うん、止まってます。で、これがどうなるのか。これ、でもこんなビタっては多分止まんないと思うんで、システム上ですね。あの、ポロはシステム上弱いんですよ。なんかよくわかんないですけど。 うんこれまあでもねあのー、これよく言うんすよ。 システムが弱いとか、例えば詐欺コインとかね、ICO を上場するって言って上場詐欺だとかっていう人がね、いまだにいるんですけど、そのシステムができてない時に、だから今、そのラグみたいのがあってね、歪みがあって、価格がね、急上昇、急降下して、で、その急降下で買い、急上昇で売りっていうことをやって、結局それで儲けられるんですよと。で、それが規制がかかったんであれば、これ25%なんでストップ安ですから、ストップね。 25%下がったら株であればね、これを25%でも耐えてるんですよ。で、エイダなんか昨日は180%ね、おとといかあ、昨日ですね、まだ日付変わってないんで昨日ね、180%一時期上がったんですよ。でね、えー、パソコンでビットレックスを開いたら、ビットレックスではエイダは取引できなかった。で、ここ豆知識です。あの、喋ったかと思うんですけども、これスマホでね、 えー、ブラウザーの方ブラウザーっていうんですよ。パソコンで、えー、開いてるこのーページのことをブラウザーっていうんですけど、ブラウザーページ、あのシステムのことあんまり分かってないです。偉そうにしゃべってますけど。で、あのそこにね、アクセスをするんであれば、それで取引ができたって言ってました。で、エイダの高値、えー、とおおよそですね、160%、150%あたり、まあマックスで180なんですけど、まあその辺で外して、 されたた方がね私の身近にいてすげえうめえなと思ったんで,すよで、それでビットコイン上がってますんで、で、ビットコインレックスっていうのは、ビットレックスっていうのはね、ビットコインメインなんで、えー、US、USDT に変えられないんですよ。これがね、ここの弱いとこ、ビットレックスのね。だから、ビットコインの暴落に耐えらんないんですよ。ビットコインにしか投げられないんでね。 でそこだけは注意が必要なんですけども、その対策として、えー、私たちはやらなきゃいけないのは、私今、現在進行形でね、えー、こちら動いてるんですけども、おーっと、倍、なんだっけな、出てこない、すいません、今ね、えー、っと、何を見てるのかって、グループラインのね、えー、やつを見てます。あのー、 えっエイダねエイダを持たれてる方はダイダロスやっといてください私もね設置がまだねウォ、えー、レットの設置があー立ってないんですけどおこれをねやっとくとその利息みたいのがとんでもないね 利息みたいなのをつくんで、ダイダロスの設置はやってください。えっ、ー、と、3 2ビット以上っていうことなんで、これはパソコンを買う価値はあると思います。エイダをこれから買い集めてくって方々はパソコンを買ってね、で、このダイダロスの設置、これはね、やっていかないといけないことなんで、やっといてください。で、えー、もう一個ね、バ,あのバイナンスです。バイナンスっていうね、 あのビットレックスみたいなもの、ポロンみたいなもの、コインチェックみたいなものがあるんで、まあ、こちらの、ね、解説はしといたほうがいいです。で、あのー、ビットレックスなんですけど、どうやらあのパスポートが、ね、なきゃいけないとかっていう情報も入ってますんで。パ パスポートをですね、早急にやっぱり時間がね、10日とか2週間とかかかるじゃないですか。で、申請は役場に行けばできるんで、そのパスポートを作って、で、準備しとく。で、使えなくなったらすぐ申請あ上げなきゃいけないの,ので、準備しておいてください。で、私の方は現状、ビットレックスの方も、ポロの方も使えてます。で、ポロの方はそういう話は聞いてないですね。でも、あのバイナンスですか。 バイナンスを作るんであればパスポートが必要だっていうことでパスポートで私今申請を上げてますんでこれがどうなるのかっていう話になりますんであので何にしてもねあの世界グロ,バルグローバルスタンダードっていうのは パスポート、ね、ウォレット取引所を開設するのに、パスポートってのが必要になってきてますんで、で、これ日付がかかるものです。早急に作って、海外に行かなくても、海外に行くにしても、海外に行くことあると思うんですよ。暗号通貨で送り人になって、で、送り人になって、まあ、世界のね、えなんていうのかな、世界を見たくなることって価値観って変わるんで、お金持ったら。 お,お金持ったら価値観絶対変わるんでね、あのー、その辺をですね踏まえて、まあ、取引所の開設のために作るのもあるんですけども世界,世界観を変えるためにね見ていくんで世の中のねがどう変わっていくのかって見れるわけじゃないですか。 で見れたらまたそのね体験っていう温度、ですねその空気を吸うことによってまたね見える景色やりたいことがね変わってくると思うんで,でパスポートはぜひ取ってで、まあ、ビットレックスの備えですねと,あと、まあ、ポロもどうなるか分かんないし、まあ、よそも、ね、どうなるか分かんないんで、まあ、この辺のねパスポートをつ作るっていう準備です。あの保護期間ね例えば あまあ、2週間とかね作るのに2週間かかりますからでそこでビットレックスが急にパタンって止まったとしてねパタンって止まってでそこから2週間いよいよパスポートが必要だって告知が Google 翻訳に入れて告知が出てで2週間かかるって言ったらえらいじゃないですかで2週間かかって2週間まず取引があ停止になるんでね 持ってるポジションはそのままですよ。で、下落があっても上昇があっても、利確もね、えー、損切りもできない状況ですね。で、そこからいじれないんで、まあ、損切りはなかなかする必要はないかなと思うんですけども、利確ができなくなるんでで、そうすると、そのタイムラグってすごいじゃないですか。 で場に入っていらっしゃる方っていうのはこの温度感速度感っていうのは分かってらっしゃると思うんですけどもだいたい1日遅れると数ヶ月ぐらいのもったいなさあっていうのはあるじゃないですかそのぐらい稼ぐじゃないですか正直資金を入れれば入れるほど。 ね、私が先日ね、えー、動画で180%エイラー上がったわけで、でエイラー180%で何が起きたかっていうと、30万コインを持ってて、200万とか300万とか上がるんですよ、単日で。ね。そういう、うそこで利確ができないってことになると、えらいじゃないですか、もったいないじゃないですか、でその幅っていうのが少なくとも狭まるわけですよね。 パスポートを発行してっていう手続きをして発行されて家までね届くまでにあれ郵送だったかなまあななんかね役場に取りに行くかなんだか覚えてないんですけど役場に取りに行ったかなでまあまあそういったね段取りが必要なんですよとにかくで2週間ぐらいかかってで2週間かかった後にいよいよそのパスポートでやるって考えると下手すれば1ヶ月ぐらいね 無駄にするわけなんで1ヶ月無駄にしたら多分何十年分のね利益を無駄にするんじゃないかなってでまあ暗号通貨は何度も言ってますけど資金が入ってきますよね資金が入ってくってことは上がるってことですよね上がるってことは利確をするタイミングがいくらでもあるってことですよねで利確をして下がるを待つポジションを外して待っててで下落を待つ下落を待ってはまた入れることができるじゃないですかこれがその1ヶ月間の間に何回できるのって話ですよね でそれが100万だったら、本当に何十年って、資金が100万であってもですよ、何十年分の利益がそこで失う機械損失です、要するに。 取引をしないことによって、あの、利益を取られる、利益を出せないわけだから、その分、マイナスじゃないですか。動けなかったんで。それを機械損失って言うんですよね。機械があったんだけど動けなかった。ね。機械があったんだけど準備ができないために動けなかった。ね。そんなのはもったいないんで、まずはやっぱりパスポートってのは、あこれ、ビットレックスも使われてる、まあ、ポロもね、えー、気にされてもいいと思うんで、どうなるか分かんないんでね。 どうなるか分かんないものっていうのはやっぱり備えた方がいいです。楽なんでね。うん。そんなかんこんなでですね、ちょっとね、えー、言いました。さすがにこの暴落時なんでね、皆様と、やっぱ不安だと思うんですよ。ね。不安だと思うとこに、やっぱ声をかけたい。ね。えー、声を入れたいです。ね。えー、これで元気に、ねねあのー、なってくださる方っていうのが、本当にコメントでいただいてて、まあ、なんだこの野郎っていう人もいると思うんですよ。 まあ、クソ生意気なとかね、えー、いらっしゃると思うんですけどもまあまああのそのねど,のどれぐらいの方にその元気を与えられるかどうか分かんないんですけどもそういったことなんでやっぱ、あのー、こういう不安な時だからこそね、えー、みんなね同じやっぱりいい力というか あーなんか向かってるね、方向性っていう、同じ、私も同じなんだよと、心配なんだよ、不安なんだよって、多少はやっぱりあ,あると。でも、その経験でもって、その不安ですね、暴落を何回か、やっぱり暗号通貨でも味わってます、さすがにい。1年くらいこうやって見てるんでね。で、1年くらい見てて味わってるんで、その暴落っていうのもあいっぱいあったんですよ。うん、本当に。で、いっぱいあった中の、いまだに損してないんですね。 それだけは強く言えるんですよ。いまだに損してないです。で、ふ増えたものをこう分けしてあ、分けてね、エイダみたいな、あ元気0円でね、昨日なんか520万っていうね、そこまで見たんですよ。で、数日前は80万円、90万円だったんですよ。それが520万円までね、数日でバカンって上がるんですよ。で、そこでポジションを外すこともできるんですよ。ってことはどういうことかっていうと、単日でその利益を取れたってことです。 で、ポジションを入れすすここととが可能だったことでで、よね。で上で、えー、1450っていうのがあって、下で、えー、900ぐらいのがあったんで、900で、昨日なんか一日中家いたんで、900で外すってことができたんですよね。うん、900で外すことができたんですよ。昨日って、今頃ですかね、丸、えー、24時間前っていうのは、見音って下がったんでね。 1>, えっと1時半ぐらいが一番下げたのかな。まあ、この辺2時ぐらいまで、1時半くらいまで起きてたんで、でここで外して、あここで買うことができたわけじゃないですか。うん、暴落だ、あもういいやって眠くなったからここで入れようって言って貼ったとしたら、また増えてるわけですよ、利益がね。うん、でそういうことができるんですよ。ね あのー、そういうことが暴落であっても、止めてね、暴落で、えー、買いを集めてっていうことができるんですね、でそれは本当にいい私は経験してて、えー、それを感じてますんで、あのー、ここはね、皆様にあの共有したいと、やっぱり不安だと思うんですよ、今のこの下げはね。あのー、暗号通貨にに新たに 今入られた方っっていうのはめっちゃ不安だと思うんですよなのでそこのね不安を払拭するってただのあのなんていうの AAO 的なねそういうもんじゃないですよ私が言ってるのはあの経験でもってこういうことは過去に何度もあったとあ大丈夫ですと資金がどうせ入ってくるから上がりますとそういったことを言ってるんですねうんなので、まあ、この辺はあ自分のね、えー、選んだコインに対して素直にね、えー、そのまんまあ 程度やっぱ信じて持ってるぞと、ね、大丈夫なんだと、市場は膨らむんだと、そういうことを強く言いたいので、まあ、そのへんは踏まえてね、ね、えーまあ、この暗号通貨に対して、えー、なんだろうな、付き合っていただけたらなと思っております。本当、地軸が、ね、ひっくり返るぐらい、辞、ね、典が後転が止まるぐらい、そのぐらいの、ねえー、変化なんで、ここは拾ってください、しっかりね、しっかり拾って、しっかり送ると。 で送ってからがスタートだと思うんですよ、送ってから人生どうするのかっていうのがスタートだと思うんで、ここはあのー、しっかり拾うってことを、今ね、暗号通貨ってものに入ってる、入ってないにしても、しっかり入っていくと、で購入していくと、で買い集めていくと、でそこのおスタートラインとして送ると、送るっていうのは、億1億円ぐらい作ると、ね、1億円つく作れば5000万ぐらい残ります。 なんなら2億円作るっていうところに程度その辺をスタートラインに置いて何でもスタートなんですからねお金を作ることはスタートねそこに対して自分がやりたいこといま、ね、だに,夢,に見る夢を見ること、ね、それに対して時間をの自分の時間を生きる時間を使えるんですよ、ね、子供に対してもそう何々をして,、ね、してあげられないなんて、ね、もったいないじゃないですか子供なんて何でもありですよそれこそね えー、私たちも何でもありだと思いますよ。うん。年齢、性別、ね、年、関係ないです。そこから動いてください。本当今ね、今がゼロベースです。今、どういう膝にね、不安を持ってる方、肘に不安手を、手とか足とかね、内臓に不安を持ってる方、いらっしゃると思うんですけども、そこのね、そこを踏まえて今、ゼロベースっていうことを認識して、その中でね、動いていただければ、あそこから交代というか、前進しかないと思うんですよ。 全身、ね、しかない、もったいないです、ね自分の人生、今ね、本、え、当、ー、不治の病みたいな、あやっぱりその重い病気とかね、関わってる方がい,いらっしゃると思うんです、ただね、生きるエネルギーとして、ここはね、未来にね、自分を投資する感覚、未来に対して自分が仮にね、えー、そこに対してのその病を払拭して、でそこから立てるうっていうね、起爆剤にもなるんですよ、エネルギー、なんだろうな。 あ希望にもなるわけですよ。ねなので本当にねそこに対しては本当ゼロベースで今ゼロベースでそこで見ていただきたいね今の暗号通貨市場暗号通貨市場に入ることによって絶対希望になります。ね絶対に気分的には絶対にね何も動かないでうーってなってるよりは少なくとも気を散らすこともできますよね。 えー、大変な病気を持たれてる方っていうのも気を散らすことができるでもただ気を散らすわけではないんだと世の中の変化に対して感じてる体験することができるわけだっていうねそういうところで気を散らすまた前向きだと思うんですよそれ絶対にね今ゼロベースね、えー、5秒前には戻れないと5秒後のことを自分ねイメージしてください。<laughs> 失礼しました。5分後を、ね、イメージしてください。ね、5年後、5時間後、ね、8時間後。とにかく何々後です。ね、何分後です、ね。そこの自分をイメージして過去はどんなことがあっても戻れません。その、ね、過去に失ったお金ってのも全どんなことがあっても戻れません。ね、過去と過去はた、ね、こう変えられないんですよ。過去は耐え,ら変えられ変ないただ、今、 ここ、ゼロベース。自分がどう生きるもうここだけ、ここだけにフォーカスしてください。で、その中で、今、暗号通貨ってものを生きるね、えー、モチベーション、ね、生きるエネルギーにしていただきたいんですよ。ね。こんなことはないですよ。うん。なんで、まあ、この今、下落なんですけども、まあ、下落は、まあ、あ待って、えー、買い集められれば、買ってっていうね、えー、いうところでいいと思います。ね。 エイラなんかもしっかり上げてますね、えー、っていう感じになりますんで、まあ、そんなこんなで、えー、ここはね、えー、動画をおら終わらせたいと思います本当ねコメントくださってる方もうコメントをね出そうかな出さないかないやでもこの音声聞いてるとっていう方いらっしゃると思います本当ありがたいです その、ねあのー、言葉をかけてくれる方もそうですし本当再生回数にしてもやっぱこう見てくださっている方が絶対いる、グッドボタンを押してわざわざ手間じゃないですか。 ね、スマホでもタップしてくださる方がいるっていうねそういうのが私の本当エネルギーになってるんで見てくださるだけでも聞いてくださるだけでもね、えー、いいですあのー、存在価値がね存在の価値存在する意味がねあるってことで本当にありがたいなっていうところなんででほんと分かんない方っていうのは頼ってくださいね、えー、入ってる方なのでね私もね 一応、暗号通貨ってとこに今、入ってるです。ポジションも取ったり取らなかったり、エダは抜かないでずっとあります。他にもね、ポジションを持ってるものが、ICO にかけてるものもあります。で、分かんないことはいっぱいあるんですけども、そこに対して動いていくっていうのは、皆様と一緒です。ね、今、ポジションを持ってる方、入ってる方、入ってない方、一緒です。 ここからあゼロベースで見てこれどうすんのかっていうところしか私は正直考えてないです過去には戻れないであれば自分をどうすんのかそれしかないです本当にそれしかないんですよねえー、今ね12月になったってことであの申し訳ないみずほさんね水みずほ原稿申し訳ないんですけどもあのー、ジャンボくじにお金を入れるんだったら暗号通貨入れてくださいね 1>, 1億円当たるんだからよく分かんないですよ、300円になるんだからよく分かんないですけど、その確実に増えますから、ああ本当ないんですよ、その確実だとか、確実、詐欺みたいなね、そんなうい文句で確実ですと、何十パー取れますと。 ねえー、詐欺ではありませんって普通のお話であれば詐欺じゃないですか何十パー取れるとか50%パー払いすぎた税金戻しますとか、ね、社会保険庁ですって言って、ね、名札をつけてきたとでそれ何も知らないで高齢者が、ね、引っかかって、ねえー、あなんか必要なんだ銀行口座必要なんだってでお,金が、ね、そのお,お金が逆に必要なんだとか言われて、ね、ああそうなのかってやっぱ手間賃かかるのかって言い,言いながら払っちゃってね そのままトンズラとかね、えー、そういう次元じゃないですか何十パー取れるとかね話はでも暗号通貨ってそういう次元じゃなくてあるんですよた本当にそういう180パーとかその上限下限ないんで動くしね、うん、でそこで理確をすればいいじゃないですかねあのそういう世界なんですよ3000でもあ 私の、ね、知り合いでこんな人いましたとコインチェックで取引いい高いやつね7%とか10%とかかかるコインを買っちゃったねおいおいちょっと待てよとそれちょっとまだ早いよと私は一言欲しかったんですけどその人買っちゃったんですねねなんで買っちゃったのかなと本当に思うんですけど何もいや,、ね、いや買っちゃいましたっていや買ったんですかって話をね聞いたんでええー、って思ったんですよ。ね で、買っちゃったんです。で、あ今また下がったから、そこで買いましてっていう話なんですね。で、どうだったんですかって。今、ライトコインね、ライトコインだったんですけど、その人が買った、ね、その方が買ったやつ。いや、プラスですよと。こういう話ですよ。しかも、いくらだったかな。100、100円とか。まあまあ、とにかく、資金を入れたものに対して20%、30%プラスですよと。こういうことですよ。こういう世界なんですよ。これだけ今、下がってるんですよ。 あのー、下がってんすよ、20%も。でも20、20%プラスなんですよ。で、まあ、下がったとこを買ったんですよね。うん。まあ、それはね、やり方とし,しては正しいんですけど、いや、あの話を聞いたとき、たまげましたよ。手数料抜かれるんですよ。コインチェックめっちゃ高いんですよ。でも、それでもプラスになってんですよ。っていう、その市場なんですよ。しかも今20、20%下がってますからね、うん。っていう市場なんですね。 あのここはですね本当にこういう市場なんで、まあ、例があったらいっぱい出そうと思うんですけど本当そういう市場なんでまあ こここ入っってててきてくださいってことでですよねで暴落はあ、まあ、買い集められれば買っていけばいいんじゃないかなと思います。程度ね、えーまあ、全力でも、まあ、私個人的な意見で言えば全力でも大丈夫なんだとは思うんですけどもあそれはやっぱり銘柄の、ね、査定とかあると思うんで、まあ、それは全力だっていうのをこれなかなか他人様にです、ね、押すことはできないんですけど、まあ、こういうことは話せるんでね。ね うん、そういうね、手数料が高くても、結局何パー何十パー取られるとこでも、20パープラスだって言うんですよ。これがたまげるじゃないですか。こんな詐欺みたいな話みたいなことないっすよ。うん。ちゅう話でね、本当いう話に、こんなあ、そんなこんなですね、本当、締めます。この暴落をですね、どう受け止めるのか。で、私は、あ喋りますか。 せっかくなんでね、えっ、ー、とー、今あ、ビットキャッシュ買ったっていう話をしたんですけども、再度、ここをね、えー、どこで買ったのか、1227ドルですね、1228ドルあ付近で4、うん、枚くらい買いました。ね、えー、4BTBCH をこちら買ったんでね。 まあ、それがどうなんのか、ああ、これもね、また後日ね、えー、まあ次の動画とかと出ると思うんで、出せると思うんで、ね、えー、音声を聞いてみてください。多分大丈夫なんじゃないかなと。もう一発来れば来るで別に構わないんですけど、もう一発来てもやっぱり同じようなことを言うんじゃないかなと。いや、また暴落だと。これは買いチャンスだっていう話はするんじゃないかなと思います。ね、うまいことこれ見よんと上がれば、多分利確はするんじゃないかなと思うんですけども、 まあまあ、あそんなこんなでね、えー、そういう市場なんすね、えー、まあ今は、あその未来のことはわからないんですけども、まあ、一発動いたと、ね、えー、ワンアクショを取ったと、やっぱりこれね、ね、えー、率先推飯じゃないですか。私がやらないと、これを聞いてる人たちがね、えー、この暴落時に買うっていうことをしないですよねうん、うん、ね。 えでそんなこんなで、今現状、上がったり下がったり、買い値以上になったり、い値以下になったりしてるんですけど、まあまあ問題ないでしょうっていうところですね、正直。倍も増えてますし、枚数も増えてますんで、その辺の心配はしてないですね。枚数もすごい枚数入ってますね。28枚とかね。 うん、28枚の買いが入ってたりとか、まあ、113枚っていう買いも入ってますね、えー。なんで、あ、これ売りか。売りだ。あと買いがね、1160とか、12120っていう買いも入ってますね。うん。あ、これ USDT だ。10枚っていう買いも入ってますね。すいません。なんか間違ってばっかり。10枚、3.8枚。ね。こういう買いが来てますね。 えー、なので、まあまあ大丈夫でしょうと思っております。まあこのまま支えて、チャート上もね、一回これ下げ止まった感じなんで、今までのこの下げの中の、その下げ止まったっていう感じをね、えー、見てるんで、まあこれが、あーどのぐらいですかね、えー、これ何時なんだろうな、見にくいな。 まあ、昨日の一昨日かの夜中ぐらいの感じでこれ下げ止まってみよんと急騰してるとこあるんですけど夜中じゃないかな29日の朝ですか早朝,あ早,朝、まあ、早朝ですね早朝で美容って上がってるとこはあるんですけどもそこのチャートに若干似てるのかなっていうところがあるんで、まあ、この辺はあと23時間ちょっとね頑張って起きて え見ていきたいなと、多分まあ理覚できるんじゃないかなと思っております。まあ適当相場なんですけどね、全体が下がってるんで、今までのその時のね、えー、その日の値段の動きとはちょっと違うんじゃないかなとも思うんで、まあ、その辺は不明確なんですけども、ただ、暴落は買いだというところを率先追犯ね、えー、ビッチでしてみましたんで、はい、これをね、 また音声でお届けできると思っております。うん。まあいいね。うーん、なんだろうな。いいね。結果でね。えー、こでしれると思うんで。まあそれはまあ、こうご期待ということでね。よろしくお願いします。はい。こんな感じ長いでございましたね。本当に。すいません。やっぱりね、こう、熱くなっちゃうんですよね。熱くなっちゃう。 ね、えー、まあこれでね元気になってくださる方が一人でもいるんであれば本当にいい私もね嬉しいでございますんではい今後ともよろしくお願いしますそれではね素敵なコインライフをお送りしましょう